ノルトロックワッシャー外観、ノルトロックワッシャーとは、スウェーデンのノルトロックグループ AB 社、及び株式会社、ノルトロックジャパンのような同社現地法人が製造販売するボルトナットの緩み対策品。形状は、同一形状のものを2枚1組で用いるザガネの形状を取る。1982年にノルトロック社により発明された初のウェッジロックワッシャーである。 ノルトロックワッシャーは、レーザーの刻印が施された、細かなセレーションが入ったリブ面と、大きな山が連なる、カム面の2面から構成されており、これを2枚一組にて、カムが向き合う形で使用する。鉄製とステンレス製のほか、抗体食性を持つオーステナイト系ステンレスである254、スモー剤、インコネル718剤、 アステロイ C-276 材のものが提供されている。ノルトロックワッシャー機構図、ノルトロックワッシャーは外側のリブ面と呼ばれる面の一方がボルトヘッドまたはナットにグリップし、他方が相手母材表面にグリップして固定される。振動等によって低血帯が戻り回転を起こした時には先術の通りリブ面が固定されているため2枚組の 内側に位置する大きな山の入ったカム面の間がスライドしていく。カムの角度はボルトのリード角よりも大きく設計されているため、この時一方のカムが他方のカムを登っていく形で2枚組のワッシャー間に動きが発生する。しかしカムの角度 α はリード角 β を上回っているために、結果として2枚組ワッシャーの厚みが増し、その増加分だけボルト。 またはナットが引っ張り上げられる。この仕組みにより、ボルトは緩むことで逆に締結力が増し、セルフロック効果を生じることとなる。ボルトには、バネと同じく、引き伸ばされると同時に元に戻ろうとする力が加わる。ボルトが締結される原理として、回して締め込むことで引き伸ばされ、同時に発生する元に戻ろうとする力が、双方向的に働くことで、軸力と呼ばれる。 締結力を得て、複数のものを締結するが、ノルトロックアッシャーは摩擦ではなく締結体の軸力、そのものを利用するという点に特徴がある。ノルトロックアッシャーは欧州、北、南米、アジア、中東、南北アフリカ当然世界で使用されているが、その製造拠点は、スウェーデン北部のマットマルという小さな町でのみ行っている。 日本と同じく南北に長いスウェーデンでも、マットマルが位置する北部は北極圏に入り、ノールロック命名の由来ともなっている。また、真冬の時期にはオーロラが見られることもあるという。その製造技術という点において、ノルトロックグループは、ノルトロックワッシャー製造に現在でも有効な特許を有している。この特許技術は、低血体の軸力に関かかわらず、 緩みを防止できるという当製品の特徴に深く関連しており、軸力の代償に関わらず、緩みを防止できるということは、戻り回転を伴わない金属なじみ、相手母材の蘇生変形、熱サイクルによる膨張、収縮、塗装面の陥没等に代表される、非回転緩みにより多少の軸力損失が起こっても、致命的な回転緩みは防止できるという点で、 安全確保の観点から非常に意義のある技術であると言える。これは1982年のウェッジロックワッシャー発明以降も改善を重ねてきた同社の技術の中でも非常に重要な位置を占めるものである。また、本工場の外観写真でも確認できる通り、ノルトロックワッシャー表面にはレーザーマーキングが施されており、パッケージから製品を取り出した後でも、 コントロール番号が確認でき、遡って当該生産ドットの品質検査情報等を取得できるトレーサビリティが徹底されている。ここでは株式会社ノルトロックジャパンが公表している日本におけるノルトロックワッシャー採用事例を列挙する。あらかじめワッシャーをはめ込んでからネジを転造するため。したがって一般のボルトには入れることはできない。メーカー発行の広報誌。 ジャパンボルテッドより、ありがとうございます。